여러분안녕하세요연정です今日は韓国で一番簡単じゃない大根千切りキムチやってみます。韓国語では無煎茶って言いますけど、無は大根、煎茶は千切りという意味で、キムチって言わずに無煎茶って言ってもみんなが食べたいっていうぐらいにとっても韓国では愛されるキムチなんですね。あと長く食べれるんです。3週間ぐらいゆっくり食べれるので、皆さん多分リピート間違いないと思います。初めてキムチ作り方とか、キムチ作ったけどちょっと失敗したっていうの方でも、無煎茶作るとキムチに自信つくと思います。そして無煎茶で美味しいビビンバができますので、最後まで見てくださいね。じゃあ始めます。じゃあ今日の材料です。まず大根とネギ、簡単でしょう。あと塩漬けする塩です。あと今日入る味付けなんですけど、これだけちょっと気をつけて、皆さんキムチ用の粗挽きでもいいんですけれども、もしあればこういう粉末の調味料で使ってください。あとカナレエキスない方だったらナンプラでもいいです。酢、にんにくおろし、砂糖、あと最後にいりごまフリフリ。じゃあ大根です。まずゆっくりでいいので、皆さん 0.3 ぐらい、自信ない方は 0.5 まで許す。ちょっと不安な方はここちょっとここに来てください。丸いもの動くでしょ、ここにしたら動かないので、このままするともうちょっと千切り上手になると思う。これも同じ 0.3 で千切りしていきます。じゃあネギは太いものだったらまず半分切りましょう。それで大体 0.5 センチ、ちょっと大きめのみじん切り。じゃあ塩漬けします。塩、皆さんここちょっとポイントになります。まず塩が完全に溶けるまで優しくでもいいです。今みたいに、あ、ここに見たらどうですか、大根に水が出てるの分かりますよね。大体1分ぐらいやれば皆さん大根ちょっとしんなりなってきます。ここ大事ね、見て皆さん大根柔らかくなってるでしょ。これで10分置きます。じゃあ10分なりました。どうですか、さっきこんなにいっぱいあったのに、このぐらいにしんなりなってきました。あと見て見て皆さん、10分でもうこんなに水出ます。でこれこのままするとやっぱり塩気あるので、さっと1回だけ洗いましょう。あ、入れて、もうさっとさっとやればいいです。もうここも野球ボールみたいに具に入る分だけ入れて、キュッキュッキュッと5回ぐらいやってください。どんどん水出ますけど、いくらやっても水出るの、なので5回で十分だと思う。じゃあ絞ったのを入れます。ここからもう味付けどんどん入れていいです。細かい唐辛子粉、砂糖、にんにくおろし、酢、カナリエキス、ミョルチエキスなければナンプラー、いりごまも入れちゃう、ネギ。じゃあこれを優しく和えましょう。好みで皆さん唐辛子粉減らしてもいいです。今より半分でも美味しくなると思う。細かい唐辛子粉使うとこんなに早く綺麗な色に染まります。こんなに簡単であっという間に立派なキムチができました。好みで小ネギちょっとかけるともうちょっと爽やかですね。ご飯に冷蔵庫で冷やした冷たいこの無煎茶たっぷり乗せてください。混ぜながらもっと入れたくなるの。そこにごま油好きなだけ、目玉焼き1個あるともう文句ないでしょう。家ではこれよく作って食べると思います。一回食べると皆さんハマる無煎茶のビビンバも一緒にセットで楽しんでくださいね。ちょっと混ぜてみましょうよ。この卵
コチュジャン入れてもいいです。辛いものつけなかったらいるでしょ。コチュジャン入れてもいいですし、このままの味が甘酸っぱくて美味しいので何もいらない。本当軽い感じで食べやすいので、ここに乗せて食べてみてくださいね。コメント待ってます。